皆様こんばんは、カズチューブです。今夜もご視聴本当にありがとうございます。談話バージョンです。関西ダービーファーストラウンド、オリックスは敗れました。負けましたね。ちょっとこう差がついてしまったんだけども、中島監督のまずは談話バージョンね。初回は相手青柳投手に対して攻めたんだけどもというあの質問に対してはね、印象としてはずっとあの相手ピッチャー青柳投手を見てるわけじゃないんだけども、イメージとしてはもっとコントロールがいいという感じはあったんだけども、ちょっとイメージは違ったかなということで、もちろんいいピッチャーなんだけどもね。だけど僅差のゲームという点で言うとね、もうちょっとこう攻めようがあったんだろうけども、点差が空いてしまったんで、ああいう形になってしまったと、いうことを悔やんでましたね。もう少し競っていれば攻め方も変わってきたんだろうけれどもということで、ああいう展開になってしまうと苦しいねという話でしたね。サチア投手に関して言うとね、球数を使いながらもなんとか粘っていたんだろうけども、やっぱりいっぱいいっぱいのところで2つのエラーというのが痛かったし、であれがなければナイスピッチングという形でピッチャーの交代ということになったと思うんだけども、ちょっとサチアにはかわいそうな、ゲームだったかなということを監督おっしゃってました。で、エラーが続けて2つ出てしまったんだけども、宗選手に関して言うとね、今までずっと助けてもらってきたんでね、でその後もちゃんとさばいていたんで、ということで、反省はしてもらわないと困るんだけども、タイムリーヒットもね、打ってくれたし、次頑張ってもらいましょうということで、守りのミスというのは、起こってしまうんだけどもね、その起こる場面であるとか、そういったところは問題になってくるんだけども、そこはもうしょうがないんで次頑張ってもらいましょうという話でした。そうだね。で、関西対決まず最初落としたんだけど、明日からもとにかく取りに行くしかないんでということで、会見締めたんだけども、途中で吉田選手、今日ピッチヒッターで起用されたんだけども、日々状態見ながらですかねという質問に対しては、そうなるかなということで、吉田選手と起用法に関しても、特に今日は明言は、今日もされませんでしたね。日々見ながらということなんでしょうね。というところで、やっぱりこう悔しさをにじませながらの、ゲーム後の会見ではありました。今日は3分ほどの会見でしたね。いつも負けると2分ぐらいなんだけど、ちょっと長めでしたけどもね。そんな感じでありました。で、明日先発の山本由伸投手ですよ。交流戦最後ですねということで、次の、同一リーグ内の再開に向けてはね、いい、弾みをつけるためにも明日のゲーム重要ですねという質問に対しては、とにかく目の前の一戦を一生懸命、投げるのがもういつものスタイルなんで、そこはもう変わりませんということでした。で、関西対決ということになると2018年以来の、タイガース戦のこの公式戦の登板になるんだけども、あの時は中継ぎだったんですね、2018年は。だから初の先発ということになるとということなんだけれども、やっぱりタイガースの打線の印象としてはやっぱり勢いつくとつながってくるし、でホームランも出てるんで、そこは警戒しないといけませんねということですけども、自分が、ピッチャーとしての、当たり前のこと、基本的なことをしっかりやっていけば、そこはね、いつもとスタンスは全く変わりませんという話を、吉野君はしてくれました。で、佐藤輝明投手、同い年なんでね、どうしてもこうね、対決っていうのを我々クローズアップしてしまうんですけども、やっぱりこういいバッターで、同い年なんでね、そこはしっかりと、戦っていきたいと、楽しみではあるという話も、しておりました。前回の、カープ戦はデーゲームでね、外の球場だったんだけども、足がつりかけたということで、釣ってはいないんだけども、たまによくあるんですよと、だから特に全く問題はないし、
明日の登板に影響することももちろんないしということで、前回ちょっと足がつりかけたそうです。まあ明日はナイトゲームで、しかもドームなんでね、まあその辺は大丈夫だと思いますし、まあ、全然大丈夫ですという話をしていました。で、まあ、前回ね、まあ、1点リードで同点に追いつかれて、まあ、その後ショート野口君のエラーでさ勝ち越されたじゃない、1回で、あの時、吉野部君が野口君に声かけてましたよね。で、あれなんて言ったんですかと聞いたら、野口、エラーした野口に、山本由伸は泣くなよって声かけたそうです。そうすると野口君は泣いてないっていう、答え返ってきたそうで、そのやり取りも面白いね。泣くなよ、泣いてないいいね、あの同級生っていうのはね、というわけで、まあ、貯金一つ作った後の3連敗ですよ。でとにかく残り2戦を全力で取りに行ってほしいと思いますし、まず明日もうエース山本由伸君なんで、明日落とせないゲームです。もうマストウィンのゲームになってくるんでね。で、4月も最後に貯金一つを作って終えて、そこから大型連敗が始まったんで、今回も貯金1からの今3連敗です。とにかく連敗を阻止するということがまず第一で、エースって落とせない、まあ、相手が阪神関西ダービーと我々はまあそこを強調するんだけども、まあそこはもう関係なくね、もう連敗を止めるということと、エースで落とすことはできないということ、これはもう間違いないことなんで、まあそこに集中して頑張ってほしいと思いますし、ちょっとここ2戦はね、昨日の石川投手、今日の青柳投手と、まあ技巧派といいますか、非常にうまいピッチングするピッチャーに対してね、ちょっとこうしてやられているという感じ、牛耳られているという感じがあるんでね、なんとかした伊藤将司、左腕なんだよね、また左ピッチャーということで、またどんな打順組んでくるか注目ではあるんだけども、まあ、打線もやっぱり援護しないと、やっぱり打線でちょっとね、6連勝の時はさ、やっぱり打線がいい形でつながっていたんだけども、ここ3試合は、そのつながりが全く出ていないんでね、その部分で明日頑張ってほしいなと思います。というわけで今日は中嶋監督、そして先発の山本由伸投手の談話をお伝えしました。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。この後は皆様からのお便りバージョン参ります。後ほど。